皆さんどうも、T 島です。では今回もファイヤーエムブレム武装を続き遊んでいきたいと思います。ということで今回はこちらですね、説得戦難易度レベル19。まあ前回も同じだったんですけど、またそれとはまた違う、まあ、2つ目のまあ説得戦っていうんですかね、まあこちらの方やっていこうかなと思います。さあ行きましょうかね。勝利条件は全ての敵兵長の説得または撃破およびフレデリクの撃破ということですね。まあ、今回はディアンとウォーリア、多分この2名だけっぽいですね。で、まあ、説得に向かうのは弟のシオンですね。シオンが多分姉ちゃんの説得に行くんでしょうね。まあ、最初のうちなんでね、まあ、まだ鉄の剣とかですね、装備は。で、ウォーリア、まあ距離的にはまあそこまで遠く離れてはいないんで、多分どちらかですかね、まあ、説得してまっすぐ、まあ、向かってくれるんじゃないかなと。まあ、ただそれですかね、まあ、行く順序がどう行くかですね。まあ、このまっすぐこの砦を通っていくのか、はたまた遠回りしていくのか、まあ、それによってまあちょっと落とす砦ですかね、もう、まあ、どこが先に落とすかっていうのもちょっとまあ考えていかないといけないですけど、まあ難易度レベル19なんでね、まあ、片っ端からもう落としていきましょうかね。で、まあ、王能はそうですね、ちょっと厳しいですね。ただそうですね、まあ、リズとサクラはもうそのままですかね。まあ、本拠地とかの、まあ、護衛に当たってもらうとして、そうですね、今回誰を連れていこうかなと。そうですね、最近使ってないゼロ、いいぜ。まあ3組とかはね、まあ、まだそこまで重要ではないと思うんでね。そうですね、あとはセリカ、よろしくね、私ね。で、まあナバール使いたいんですけど、ちょっと流星を覚えさせてないんですよね、まだ。でも、まあいいですかね。で、あとはそうですね、まあレベルがそこまで高くない、まあマークスあたり、あ、マークスはでもちょいちょい使ってるんでね。そうですね、マルス、そうですね、マルスあたり行きますかね。よろしく頼むよ。最近ちょっとご無沙汰してたんでね。さて、そうですね、これで行こうかなと思います。よろしいですか。よし、行きましょう。こんなもの大切な、さあ行きますかね。で、多分このナバールですかね、攻撃モーション多分リンと同じじゃないかなと思うんですよね。そうですよ、多分一緒ですね。ああ、そうですね、まるっきり一緒ですね。まあ、もともと流星装備してなくても、速いタイプなのかもしれないですけど、まあ、結構、まあ、流星装備してなくてもなんか速く感じるんですよね。さて、どっから行くんだ、シオンは。ああ、やっぱりちょうどどうやらここを通るみたいですね。さて、じゃあ砦をちょっと落として、まあシオンが進みやすいようにしておきましょうかね。ただなんか戦士か誰かが出てきてるな。無事みたいだな。さて、そうですね、まあこれでちょっとまあシオンの進軍を妨げる奴らを倒していきましょうかね。ただこれで進軍してくれるかな。まあリーズがね、一緒に多分護衛としてついてるみたいなので、まあまあ大丈夫でしょう。さて、まあ味方本拠地の方も、まあ、敵がまあ押し寄せてくる時のためにちょっと周りですかね、拠点潰したりしておきますか。もうすでにまあ雑魚敵が結構なんか、そうですね、入り込んだりしますね。まあ多分ね、結構ねこういうのは拠点から入ってくることが多いんでね。で、こっちの拠点プラスあっちの砦も落としておきますか。
でもそのまま、そうですね、この先の方ですね、剣士とかがいるんで、まあそっちの方も、まあ、倒しておいて、まあ、大丈夫でしょう。さあさあ行けますかね。じゃあもうなんか仕掛けてきますね。さて剣士は入ってないかな、もしかして。あー微妙に入ってなかったな。体だけですね。さてシオンは、あー今ウォーリアに接近して説得をしてるみたいですね。さてじゃあこっちの中央の方も片付けておきますかね。です。セリカはこっちか。そうですね、多分下からなんか攻め上がってきそうなので、まあその多分マムクートかな、2体か3体ぐらいなんか来そうなんで、ちょっとそういつらを倒しておきますかね。よし、OK。砦を防衛するんだ。多分あっちだな、あの2体ですね。さて多分これで2体、そうですね、与えることができるんで、おお、やっぱりレベル19といえども、やっぱりちょっと手こずるというか強いような感じがしますね。戦士の接近、戦士はどこだ。これは剣士、こいつかな。まあこれは多分マルスで行った方がちょっと早そうなんで、マルスで行きますかね、対処しに。まあ、マムクートを後回しにして、あーいたいた、こいつですね。もう結構来てますね。まあ、あーここで止まってるな、この剣士かな。この多分あの2人が、剣士がちょっと邪魔してるみたいですね。さっさとあの2体の剣士ですかね、倒しに行きますかね。いたいた、多分こいつに手こずってますね。多分まあこれでいけるでしょうね。これでそうですね、進軍してくれるでしょう。でゼロに、そうですね、もう近場にいるのであれば、あ、じゃあ切り替えてそのまま砦潰しに行きましょう。ただまあ近くにリアンがいるんでね、まあ、リアンがこっち来なければいいですけど。邪魔をするなら倒させてもらう。さて、あ、ちょうど あれはマルスか。もうじきかな、来るのは。多分まあそのままシオン進軍を再開してくれたんで、まあ行ってくれるでしょう。さてじゃあちょっとこの半分より上の部分ですかね、砦を先にも制圧しておきますかね。ただ向こうに剣士か。でこれでリアも仲間になりましたね。そうですね、それでこっち側かな。まあここのもう取り落とせば、多分もう半分から上はもうほぼ制圧したようなもんなんでね。でこれで全員、そうですね、説得は終わりですかね。まあでも結構下の方が、まあ敵兵がまだだいぶ残ってますね。まあそれなので、まあ、桜がいれば大丈夫かな。あとはもうみんな、うん、そうですね、ちょっと下の方の、まあ、攻め込みに行きましょうかね。
いいだろう。で、あとマルスも。分かった。さて、じゃあ自分もちょっとセリカを使っていきましょうかね。倒せましたね。オッケーオッケー。さて、あとはもう下の方ですかね。もう制圧していくだけなんで、どんどん倒していきましょうかね。ああ、まだ味方本拠地に進軍しようとする敵がいますね。多分このマムクートかな、もしかして。いや、こいつか。あ、開門しましたかね。私を倒さずして、この先には行けませんよ。ミッション開始。さあ、じゃあ行きましょうかね。敵の増援です。あ、結構ちょっとゼロも苦戦してますね。で、マルスとナバール、もうそのまま、そうですね、自分が操作して倒した方が護衛兵。ちょっとこれはそうですね、ミッション成功です。多分護衛兵っていうのが多分これかな。ああ、そうです、グレートナイト。どっからちょっと回っていくかですね。あれ、奥多分回っていくんだ。ちょっと間に合わないかもしれないですね。やるって思ってたぜ。いや、これ奥から行くパターンですね、これは。見てろ、間に合うかな。いや、やっぱりちょっと牙は機動力があるんで、ちょっと微妙に間に合わないかな。ちょっと誰か足止めしてくれ。この砦落としてみせる。危ない危ない。もうこれはもう多分合流扱いになったのかどうなのか。ああ、合流扱いになってる。まあまあまあ仕方ないですね。もうほんのあと一瞬だけ遅かったですね、撃破するのが。強い。さて、ちょっとそれ以外武将がね、結構上の方とかですかね、いるので、ちょっと倒しましょうかね。おー、なんかソードマスターとかいますね。結構ソードマスターとかいますね。まあでも、まあレベル19でね、ちょっとまあ苦戦してるようではダメなんでね、ちょっとさっさと倒していきましょうかね。さて、もう一体、いや、もう2人ともそうですね、撃破したみたいですね。さて、セリカにはこっちを落としてもらって、ちょっと手こずってますね。ミッション成功。なになに。そうですね、多分まあリーズはもう、まあ、護衛はしなくても大丈夫かなと思うんで、そのまま、そうですね、知ってもらって、で、多分シオンとかを命令ですかね、指示は出せないので。はい、で、戦士なんだ。で、ご命令とは、ちょっと向かってもらいましょうかね。さて、まあ無双奥義ですかね、使えばまあ倒せるでしょう。いや、1体残った。OKさて、結構残ってますけど、まあ、まずは制圧できないところをさっき行きましょうかね。さて、 S ランクは、そうですね、あの撃破数も、超えているので OK。
ケイ。あとはそうですね、多分セリカのとこだけかな。昔と変わらんな。ミラ様、私に近い。私が行くしか。よし、オッケー。制圧しました。さて、フレデリックにを倒す前に。やりましたね。ゼロがちょうど。でもう一人、ああそっか、今リズが立ち向かってるんですよね。なんだ、ご命令とは。ミッション成功です。思ったような戦果は得られませんでしたね。さて、あともうあの一体だけかな。じゃあうまくいきました。ただマルスがちょっと向かってるので。分かった。そうですね、どうしようかな。まあ、ナバールで蹴りつけますかね、最後は。相手が悪かったぜ。ただちょっとまあ覚醒とかですかねがないので。覚醒がどっかに転がってないかな。相手が悪かったぜ。君を倒す。あったあった。この戦いに終止符を打つ。おっと、またマルスが。マルスは、あ、分かった、倒したのか。よし、じゃあ行きましょうかね。多分これで終わるでしょうね。ミッション成功です。行けましたね。よし、これで一応クリアですね。はい、ということで戦績の方は S ですね。でバトル報酬が剣殺しの重責ですね。まああのリンもそうなんですけど、あの二刀流のあの背中に背負ってる剣がすごく気になるんですけどね。ナバールとか、まあ一本は多分自分が装備してる銀の剣なんですけど、もう一本背中にまあある、まあ、剣は あれは何中剣なんですかね。まあそれも巻きにしつつ MVP は0ですね。明日は腰が痛くなりそうだ。で剣殺しの流石と、まあまだ鉄とか鋼ばっかりですけどね。さてそうですね、次回、まあ、19なので24、まあこっちですね、23、うん、こっち火の火かな、これは。まあまあまだまだですね。まあ23なのでこっちかな。うん、そうですね、結構ね難易度がバラバラなんでね。そうですね、次はこちらですね。まあそれなので次回はこちらですね、砦制圧戦難易度レベル23、こちらの方をやっていこうかなと思います。ということで今回はこの辺りで動画を落としさせていただこうかなと思います。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。それじゃあまたねー。